3月に入りました。 3月の第一の日曜日を迎えました。一週間の初めの日曜日に、このように神を礼拝することができる、そのことを心から感謝をしたいと思います。この礼拝を通して、私たち一週間の歩みがより豊かなものとなりますように心から願います。教会のカレンダーは、 次難説を歩んでおります。イエス様の十字架の道を共に歩みながら過ごしていきたいと思います。礼拝では使徒原稿録を読んでおります。この使徒原稿録は、教会の最初の様子を生き生きと描いております。イエス様の弟子たちのところに精霊が下り、イエス キリストの福音を理解することはできるようになりました。弟子たちは大胆に福音を語っていく。また多くの奇跡も行われていく。その影響で多くの人たちがイエスキリストの福音を信じて、洗礼を受けて教会に加わっていきました。 教会の活動とともに、それに反対する人たちもおりました。ユダヤ教の指導者である、最初は立法学者たちであります。ステファノの素晴らしい働きがありました。そのステファノは、反対者に捕らえられて、 人々の前で自分のまあ信仰をですねえまあ弁明する機会が与えられました。使徒言行録7章には長くそのステファノの説教がこう語られています。でその内容は神様の恵みとともにイスラエルの人たちの罪をはっきりと 指摘しているわけですそのことによってステファノは人々から石打ちによって、まあえー、まあ殺されてしまったわけです。このステファノの殉教ということにこうなりました。それがこの7章の最後にはこう書かれてあります。 ステファノの殉教というのは、教会の最初の殉教者でありました。教会にとっては大きな悲しみであったとこう思います。ユダヤ教の指導者たちの迫害、そしてステファノの死ということで、この教会の歩みは大きな壁にぶつかっていくはずでありました。 この、ま、初代教会にとってみれば、大きな、まあ、えー、苦しみというか、その苦しい出来事を通して、教会の歩みというのが、こう、弱くなっていくのではないかと、もう、私の理解ではそう、こう考えるのであります。教会の歩みということ、 この使徒間公録における最初の教会の歩みをこう見ながらその大きなこの試練というかそれにぶつかった時にこの教会はどういうふうになっていくのだろうか、えー、先週あの三代先生が説教してくださいましてその中でですねあの地区の講談交換で日清教会に先生が行かれてその時の話をこうしてくださいました。 まあ皆様ご存じだと思いますけれどもえこの日清協会というのがえこの瀬戸衛生協会のまあその関係者の中からこの日清協会が生まれたとそして約90年のこう歩みを続けることができたとそしてこの3月末でその歴史をこう閉じることになったというそういう,こう話でありまして。 まあこの教会の歩みが一つの役割を終えてこう閉じていくということはいろいろなこう流れの中ではこのあることなのかなとこうまあ思ったりもするんですけれどもふとあの自分のですねあの経験をこうあの見てくると見ていきますとですねこれはあのまあ遠くでそういうことがあったことはあの聞いたことはあるんですけれども 本当にこう身近でこの愛知西区のその中でこの教会の歩みをこう閉じるというのは私にとってこれ初めてのまあ経験でありましたあの日清教会の様子は大務者の方から時々あのまあ牧師会などで聞くことがこうありましたのでまあそのまあ大変さというのを知っておりましたけれども実際にまあその歴史をこう閉じるということはまあ大きな まあ僕にとってはあの衝撃でありましたこの日清教会がまあこの教会の役割をこう閉じるということであのまあ瀬戸内線教会は135年の歩みをこう続けてこうおりますであの今年は136年のこう歩みをこう続けてこういくんですけれども えー、あの誰かが聞いた話かはこうちょっと忘れましたけれどもあの戦時中この瀬戸衛戦教会は教会としての,この活動をしていなかった、まあ、倉庫になっていたというような話をちょっと聞いたことがこうあります。まあそのまあ本当かどうかはあのそうだというふうにこうあのそこまではこう言えませんけれども、まあ、そういうような時もこの瀬戸衛戦教会は その長い歴史の中で、まあ、ですから、教会をこう、まあ、閉じるような、こう、経験をしてきた、というふうにこう、受け止めて、だから、いつ、この教会が閉じるということも起こるかもしれないんだな、ということを、こう、改めて、まあ、あの、思ったわけです。まあ、それぞれのこの教会の歩みが、こう、あって、 それがどういういふうにこうなっていくのかその教会に集う人一人一人のまたさまざまな事情によってそのようなこう決断がなされたということをまあどういうふうにこう受け止めたらよいのかなかなか私自身の中の難しいところがあるんですけれどもただただこの神様の導きをそれからえその残されたこう教会員がまた新しい教会でその歩みを続けておられる。 行かれるという話もこう聞きましたのでそれはの方々の歩みが守られますようにこう心からこう願うわけであります。セファノの殉教ということをくれました。それが大きな悲しみである大きな困難であるということもこう言いました。この首都圏古録の発祥の この7章の最後にステファノの殉教というのがあってそこでこのサウロというもののこの登場がこう書かれています。このまあサウロが後のこのパウロということで、えー、まあこれからこのパウロがどういうふうな活躍をするかというのはこの後見ることになりますけれどもサウロはステファノの殺害に 賛成していたとこう書いてあります。で、その日にエルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったと、まあ、書かれてこうあるわけです。人たちだけがこのエルサレムの教会に残って、その他の人たちはこのユダヤやサマリアの地方に散っていったとこう書いてあります。 二節のところを見ますと、しかし、信仰深い人々が、ステファノの葬り、彼のことを思って大変悲しんだと、こう書かれています。三節では、一方、サウロは家から家へと押し入って、教会を荒らし、男女を問わず、引き出して牢に送っていたと、まあ、このようにこう書かれています。この八章の一節から三節をまあ見ると、 このまあ教会に対する激しい迫害それが特にこのサイロによってそれがなされていることをこう、まあ、見ることがこうできるわけです。ステファノの死それからこの激しい迫害ということでこの教会の歩みというのがどうなっていくのだろうかとこう思うんですけれども この四節を見るとですね、この本当にこう不思議なことがこう書かれてあると思うんです。さて、散っていた人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたとこう書いてある。つまり、この教会に属していた人々がですね、ステファノの死、それから迫害によって、 そのエルサレムから、こう、まあ、離れていく。まあ、ユダヤやサマリアの方にこう散っていくわけですね。その散りながら、福音をこう、告げ知らせながら巡り歩いたとこう書いてあるわけです。その、教会がこう成長していって、で、どん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 こう、人々が出ていって、 福音をこう語っていくということがこう書いてあるわけです。でも、ステまあ、繰り返しになりますけれども、ステファノの殉教と激しい、まあ、そのユダヤ教の指導者たちのこの迫害によって、この人々は牢にこう送られていった。そういう,こう厳しい環境の中でありながら、 人々はこう散りながらですね、福音をこう語りていったとこう書いてある。逃げるようにこうエルサレムを去った人たちがその,その場所その場所で福音をこう告げ知らせながらこの巡り歩いたとこう書いてある。まあこのところをこう読むとですね、なぜそんなことができるのだろうかと。 マイナスのこの状況の中で、それとはこう違う。逆に、そのステファノの純教と白眼があったことによって、この伝道がこう進んでいく。その姿がこう書かれているわけです。そして、この五節には、フィリポという名前がこう出てきます。この首都圏古録の8章は、このフィリポによるサマリア伝道、 のことがこう書かれてありますそれから8章の後半の方ではこのフィリポがですねエチオピアのこの交換に対してこのまあ福音を伝えていることがこう書かれているわけです。この「使徒原稿録」というのはイエス・キリストの福音がこのエルサレムから始まってユダヤサマリアそしてアジアそしてこのヨーロッパに こう伝わっていく、そのことがこう生き生きと書かれているわけですけれども、その進んでいくその、まあ元がですね、そのステファノの死と、それから激しいまあ攻撃というか、迫害がそれを押し進めたということにこうまなっていくわけです。その人々が、 福音を告げ知らせながら巡り歩いていく。そのことによって福音がこう広がっていく。その姿にですね、本当にこう私は驚くわけです。どうしてそういうことができるのだろうかと思うんですね。それから、この5節の、古節のところで、ヒリポはサマリアの町に下って人々にキリストを 述べ伝えたとこ,う書いてありますこの八章の一節のところでですね人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていったとこう書いてあるわけですねそれまでのこの流れをこう、まあ、あの新約聖書の流れを見ていくとこれは変なんですね何が変かっていうとユダヤは 地方は分かるんですけどもどうしてサマリアの地方に行ったのだろうかまたフィリポはこのサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えたとこう書いてありますけれどもこれはそれまでの流れからすればですねありえないことだったんですね福音書の中で イエス様がですね、あの、良きサマリア人の例えというのを皆さんあのご存知だと思うんですね。その、エルサレムからエリコにこう行く途中にですね、一人の人がまあ強盗に襲われてこう倒れてしまった。でその倒れた人をですね、祭司が通過し、レビー人は通過して、で、その3番目に来たサマリア人がその人をこう解放するというお話なんですけれども、 でそのサマリア人とこのユダヤ人は付き合っていなかったと敵対していたこうわけです。ですからあのユダヤ人はこのサマリア地方をこの遠ざけてそこは通らないで行き来していたわけなんですね。このヨハネによる福井書のイエス様とサマリアの女性とのまあ会話もこうありますけれども こう普段はですね、このユダヤ人はこのサマリアの地方にはこう入らない。でもそこでこうやりとりしているこの話ということをこう見ながらですね、このユダヤ人とこのサマリア人のそのようなこう関係がこう敵対関係にこうあるわけです。なぜこのユダヤ人とサマリア人が この敵対関係になったかというとそれはですね今の祈祷会では義明をこう読んでおりますけれどもあのイスラエルの人たちがですねこの約束の土地にこう入っていくことがこうまあ描かれているわけです土地をこうそこにこう手に入れる今のまあイスラエルでありますけれどもこうまああのやがて 時が経ってきますとです、ね、ダビデこのソロモンの時代になりますとそのイスラエルという国は、まあ、強い国にこうなるんですけれどもこのソロモンがこう死んだ後にですねその国は北と南にこう分かれます。北はそしてまあ南はで南はこのユダ族ともう一つの民族がこうなるわけですけれどもそれ以外がこのまあ 北に属するわけですね。やがてこのアッシリアがこう出てきてですね、この北側をこ滅ぼすわけです。アッシリアは、そのそこに住んでいた人たちの一部を別の地方にこう移住させるんですね。また、他に住んでいた人たちをその、住んでいたところにこう、まあ、移住させるわけですね。でそこではその、ユダヤ民族と、 他のまあ異民族がですね、そこで混血というか、交わるというか、そういうまああの政策をこうしたわけです。ユダヤ人は、そのユダヤ人以外の人とまあ結婚をするということで、ああユダヤ人の目からすると、その純粋なユダヤ人の地ではなくて、汚れている違法人の血がこう混ざったことによって、そのユダヤ人は、 穢れているとだからサマリあのその人たちはサマリア人とこう言われるようになってその純粋なユダヤ人からしてみればあの人たちは汚れていると、まあ、そういうふうにこう考えられるようになった結局そのところがずっとイエス様の時代もを引いてこのまあユダヤ人とサマリア人との壁がずっとこう出てきた。 もともとは一緒だったんだけれども、まあそういう政治的な理由によって、そのようなまあ壁がこう生まれてしまった。だからかなかなかユダヤ人とサマリア人の間に交流を持つことがこうできなかった。それであの、良きサマリア人の例えというのがこう出てくるわけです。そういうこう事情もありながらも、ここでは何の抵抗もなく、 人々はユダヤとサマリアの地方に散っていったとヒリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えたと、まあ、このようにこう書いてあるわけです。まあ、そのようなこう、まあ、民族の壁というのかそれをこう簡単にこう、まあ、乗り越えてしまうそういう力がこうあるわけですね。 でこのあとずっとこう、まあ、見ていくとやがてその違法人への伝道ということになっていくそういう大きなこの力というかその教会をこう、まあ、導く大きな力というのがこう働いてそのエルサレムに始まったこのキリスト教が当時の世界にこう広がっていくのを この使徒言行録でこう見ることがこうできるわけです。こう人間的にはですね、マイナスと思えることを、それをこうプラスにこう変えていく。その力とは一体どこにあるのだろうかとこう、改めてこの読んでいくときに、これは精霊の働きによるんだなということがこうわかるわけです。使徒言行録2章のところで、 この聖霊が弟子たちのところに下って、初めてこのイエス・キリストの福音を理解することができるようにしてくださった。聖霊がこのまあ人たち、この弟子たちをこう変えてくださったわけです。そのことによって、この弟子たちはこう活動していく。その聖霊の働きによって、そのまあ人たち、弟子たちが この福音を述べ伝えていく。この散らされたキリスト者が、その精霊の力によって、福音をこう述べ伝えていくわけです。その人間的な視点から見れば、いくつかのこの壁がこうあったにもかかわらず、それをこの簡単にこう、まあ、乗り越えてしまう。その力が、 この聖霊にはあることを、この使徒原稿録をこう読んでいくと、こう、まあ、わかるわけですね。この聖霊の働きとは一体どういうものなんだろうかと。考えてみると、聖霊、まあ、神やまた聖霊は私たちは見ることはできません。けれども、私たちがこう、教会に集い、こう、礼拝を守っている。 私たち一人一人がこの教会に導かれて、この洗礼を受けて、そのまあ信仰者としてのこう生活をこう送っている。それは私たちの力によるのではなくて、この精霊の導きによって、精霊の働きによってそれがなされていることを改めてこう思うわけです。この 瀬戸江教会の,この歩み今2023年の歩みを終えて、えー、ですねこの新しいこの年度の移り変わりの中にこうありますまあ殿堂計画とかいろいろこう長老会などでこう考えておりますけれども伝道委員会でなどでこう考えておりますけれどもその精霊の働きがある神が私たち一人一人をまた私たちがこの 神様がですね聖霊が瀬戸栄選教会を導いてくださるそのことをまず受け止めていきたいその聖霊の働きに私たち一人一人が身を委ねていきたいと心から願いますお祈りをいたします神様今日もこのように礼拝を守ることができてありがとうございます初代教会の働きを見ながら ステファノの殉教や、凄まじい迫害を見ながら、困難と思えるような状況の中でも、イエス・キリストの伝道は、こう、進んでいきます。精霊の働きによって、人々を動かしてくださるのであります。そのことをこう深くこう覚えます。どう,どうぞ私たちも、あなたからの精霊を十分にいただいて、 本当により良い働きをすることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。